まには海の水族館行きたいな。あー、わかる、行きたくなるよね。栃木に水族館あるんだけど基本淡水だからね。淡水もいいけど今は海がいいのね。近場だったらすぐ行けるのに海は遠いぜ。ま、群馬には海の水族館あるけどね。え、どこどこ？近いなら行きたい。しかも電車の中に水族館があります。え、電車に水族館？ちょっと面白そう。どんなの？見て驚くなかれ。ドキドキ。はい、海の魚の群れ、すごいね。これは？はい、ジンベエザメ、かっこいいね。ちょっとこれも？はい、トドとシャチ、強そうだね。待て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 。なんだよ。水族館じゃないじゃん。走る水族館、上毛電気鉄道が行ってるデコトレイン。んだよ、絵かよ。絵でも車両の中が全部海だと圧巻ですぞ。確かにそうだけど。窓はなんとなんとシーする。あ、これはちょっと綺麗。他にもいろんなデコトレインがあったりするから楽しいよ。いろいろやってくれる楽しい電車なのか。お子さん連れにはもってこいだ。ちょっと気になったんだけど。ほう、なんでしょう？さっき見た写真の中で、はい、電車内に自転車を持ち込んでる人いましたけど。自転車、そのまま持ち込める電車なんで。いや、すげえ電車だな。